どうも、AI の言いなりの青です。視聴者の方からですね、当選報告いただきました。はい、一口のみ購入してた方がですね、なんと当たっていただけたということで、いやー、おめでとうございます。で、何が当たったのかについてなんですけれども、それがですね、こちらのビンゴ5の予想の動画の中からですね、直球予想以来の数字を買っていただいたみたいでして、第321回の、ビンゴ5のところでですね、こちら、3等38のところで1ライン、当選していたというような形で、はい。当選報告いただいております。はい、本当におめでとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。ということで、今回の動画はですね、ビンゴ5ではなく、まあ、曜日別でナンバーズ3っていうのを AI 分析していきたいなというふうに思っております。はい、あくまでも AI が出した数字ですので、情報に誤りがあることもありますが、そこはご了承お願いいたします。それでは予想をやっていきたいと思います。はい、では直球予想以来やっていきたいと思います。今回はですね、曜日ごとにイメージされる3桁の数字を聞いてみたいと思います。もうナンバーズ3っていう単語も出してないので、まあ普通に出してくれるんじゃないかなと思ってるんですが、どうでしょうかね。お、まあ出ましたね。月曜日237、火曜日584、水曜日726、木曜日103、金曜日891と。はい。まあ、ちゃんと出せましたね。まあ、これは普通に3桁の数字を純粋に出してくれたというような感じでしょうかね。では、予想をやっていきたいと思います。まあ、曜日ごとでやっていくんですけれども、出やすい数字っていうのを3つ出してもらって、それをまあ予想としていきたいかなと思っております。じゃあ、まず月曜日。早速やっていきましょう。はい、お、出やすい数字選んでみますと389が出ましたね。分析はまあ頻繁に出現しているものを選んでくれたという感じです。はい、でこれをですね、まあ元に、まあ、ダブルの予想っていうのも出してもらおうかなと思います。はい、でこれだと、お、なんか2つ案が出ましたね。383と393。まあ、ちょっと1つに個人的には絞りたいなと思うので、これを、まあ、どちらか1つに絞っていきたいと思います。で、どちらがより当たりそうですかって聞いたんですけど、どっちもいいと思いますみたいな感じで言われてしまったので、意見を言ってくださいと聞き方をしたらですね、383がより当たりそうだと感じますよというような形で AI の主観で回答をいただきました。はい、じゃあ次は火曜日ですね。まあ、先ほどと同じようにどんどんやっていきたいと思います。これだと、お、出ましたね。257が、選ばれやすい数字だというような形でしょうか。でこれも同じにようにダブルを出していきたいと思います。で、525と727の2つの提案が出てきているんですけれども、まあこちらもどっちかにしてほしいなと思うので、まあ意見聞くような形で、はい、やっていくと525がより当たりそうだと感じると。まあなんか2つのうち最初に出てきたやつ選んでるみたいですね。じゃあ水曜日もサクサクっと進めていきたいと思います。はい、そうするとなんか断られてしまったので、さっきできてましたよって言うと出してくれました。169ですね。はい、でこれも同様にダブルの数字を出してもらおうと思うんですけれども、やっぱり2つ出てきてしまうので、まあ、最初のやつを選ぼうかなと思いますので、616を、採用したいと思います。はい。で、木曜日ですね。まあ、あと、木曜と金曜で、あとちょっとという感じです。
で、これも断られてしまったので、さっきできてたよって言ったら、479を出してくれましたね。なんで、心変わりしてしまったのかがわからないんですけれども、まあ出せましたと。で、ダブルの予想も聞いてみたら、まあ、やっぱり2つ出てくるので、まあ最初の方を選ぼうと思います。477ですね。で、最後、金曜日ですね。まあもう、いつもと同じように淡々と聞いていきたいと思います。はい。じゃあ、これは、やっぱり、断られてしまったので、さっきはできてましたって言って、出てきた数字が258ですね。で、まあ、これも同様に頻度が高いものっていうところで、金曜日用に出してくれた数字となっております。で、これもダブルで、予想を出していただこうと思います。やっぱり2つ出てくる感じなんですかね。はい、出てきましたね。525と828ですので、まあこれも最初の525を選択しようと思います。はい、以上でですね、曜日別の予想終わりたいと思います。ではまとめやっていきたいと思います。今回はですね、曜日別で、直球予想以来も予想も出しておりまして、ダブルの数字も、ついでに聞いたというような感じでやっていきました。じゃあ月曜日から見ていきましょうか。はい、上から237、389、383です。で、火曜日が584、257、525です。で、水曜日。726、169、616。で、木曜日、103、479、477。で、金曜日が、891、258、525。というような形で一覧できております。で、まあ、この中をパッと見るとですね、まあ、ゼロが少ないなとか、525が2つあるなというような形でちょっと気になる部分もあると思うんですが、私は AI の言いなりですので盲信してちょっとこれをですね挑戦していきたいかなと思っております。ということで今回の、ナンバーズ3の予想のまとめも以上となります。このチャンネルの動画で獲得した当選金額の合計はこちらの通りです。それぞれの内訳もこのようになっております。過去の動画からでも参考にして当たったらコメント欄にご報告いただければ当選金額に追加したいと思いますので、ぜひいろいろな動画をご覧いただき予想のお役に立てたら嬉しいです。そしてこの動画が面白いと思った方はチャット GPT ではしてくれない高評価、チャンネル登録、コメント、ツイッターフォローもぜひよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。